ジッタルカーレは、イタリア共和国クラツィオ州リエーティ県にある、人口約6700人の基礎自治体。リエーティ、ファーラインサビーナに次いで、県内第3位のコムーネ人口を有する。リエーティの東約8キロメートルほどの距離にある、小都市だが、20世紀初頭までは別の県に属する、軍の中心地であった。リエーティ県東部のコムーネ。県とリエーティから、 東南東へ8キロメートル、ラクイラから西へ3 7トルの距離にある。隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り。1860年のイタリア統一時、アクイラでリアブルッツオ県に組み込まれ、チッタドゥカーレ軍の軍長が置かれた。チッタドゥカーレ軍は現在のリエーティ県の東部地域にあたる。1927年、チッタドゥカーレ軍とリエーティ軍が合併し、 リエーティ県が設立された。現在の県境とチッタドゥカール軍の範囲1502年1月24日、教皇アレクサンデル6世は、リエーティ市教区から分割して、チッタドゥカール市教区を置いた。しかし、リエーティ市教区を管理していた、数奇教、ジョバンニコロンナが意義を提起し、教皇ユリウス2世は1505年11月8日に、市教区を廃止した。しかし、 序盤に転んだ数奇教の死後、DAT の司教からの要請を受けて、ユリウス2世は1508年10月16日に司教区を回復した。1798年にパスクアーレ・マティーに司教が没するまで、司教はチッタドカーレに住んで司教区を司ったが、その後は DAT の司教に委託された。八百十八年六月十七日、ピウス七世はラクイラ。 広塚ツ教区に統合。1976年、再び、利益市教区の一部となった。チッタドゥカーレ司教は、名義市教の称号として残されている。チッタドゥカーレには、以下の分離集落がある。ありがとうございます。